僕は4月10日の2時を回りましたよ。アンビシアスター誕生日公演に、今日はちょっと紫多めでですね、前回紫多めで今から行きたいと思います。そして全て感想も含め、動画の方でご紹介したいと思いますので、それでは会場の方に行ってきます。キッシーのハヤチャンネル。さあ、というわけで行ってまいりました、舞浜アンフィシアターのエンドリキリライブ初日と、4月10日のお誕生日公演に入らせていただきました。ありがとうございます。まあ、とにかく今回はもうね、ドレスコードは紫っていったことで、私もありとあらゆる、ね、紫をまとって、お客さんもたくさんいました。もうね、旗目から見たらもうブルーベリー畑なんじゃないかっていうぐらいね、紫でね、ございましたけれども、私もですね、こういった紫の格好で行ったんですけど、キャップとベレー帽どっちかぶろうかなって悩んだ結果、どっちもかぶるという選択肢を取ったまででございますので、決してタツノコプロのヤッターマンではございませんのでね、ご容赦いただければと思います。で、まあ、今回ね、まあ、ライブに行かせていただいたので、行けなかった方のためのご説明と、セットリスト等もですね、ちょっとお話ししていきますので、まあ、ネタバレとかが少し嫌な方はですね、後日、ご自身が見に行った後とかに、照らし合わせで見ていただけますと幸いでございます。さあ、まあ、なんといってもね、今回はこの4月の10日というね、誕生日に初めてライブをやるといったことでございましたので、もうね、チケットとかも倍率もすごいことにはなっておりましたが、こういったね、逆に近畿のライブで光一くんのね、誕生日ケーキのお祝いっていうのは慣れておりますけれども、まあ、今回は非常にですね、剛くんにケーキがこう運ばれてくるという当日あったんですけれども、なんかちょっと不思議な光景でしたね。で、ご自身もやっぱ祝われ慣れてないっていう風なことをおっしゃってたんですけれども、なんか気持ちちょっとわからんでもないですね。まあ、そんなケーキもですね、まあ、もうすでにですね、SNS ので上がっておりますので、見た方もいると思いますが、三角の、形のですね、ケーキが出てまいりまして、珍しいですね、剛くんがろうそくをふっと吹き消すのがですね、もうなんかすごく貴重なシーンを見てるような気がしました。三角のね、下の部分がちょっと白い部分が多いんじゃないかっていうのでね、顎がすごいんじゃないかみたいな、ちょっと、盛り上がってましたけど、でも完全より不完全な方がね、ファンクっぽくていいよという方もおっしゃっておりましたが、そして今回のライブ、まあ、スタンディング、立ってお会いしてもいいですよっていうようなスタンスになってるんですけれども、どうやら剛さんはそれを最初知らなかったようで、4月8日の初日と、9日2回あったうちのお昼ですね、この2回に関しましてはですね、誰も立たない客席といった形で、そうなんですよ。だから初日に行った時にスタンディングって聞いてたんで、あれ立たないんだと思ってたけど、剛くんもそれを認識してなかったといったことで、なんで、9日の後半の部から、スタンディングで応援していいよといった形になりました。立って応援するっていうのは本当久しぶりだったので、あの足の疲れ方、はい、なんか久しぶりに嬉しい疲れがありましたね。はい。さあ、そして今回のライブ、まあ、大きく変わっているのはダンサーさんが入っておりまして、女性の方2人ですね、中心を挟んで両サイドに基本はいるような形でございましたが、それもちょっと新鮮な形でございました。そして中心の衣装は、去年のですね、ライブ行った方分かると思うんですけども、あの銀ギラキ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 ラの衣装、はい、今回もあれからスタートでございまして、そして数曲歌った後にインスタとかでおなじみのベースボール の、はい、あの紫のエンドリキャリーって入って、後ろに剛って入ってるやつあるじゃないですか。あれ、あのインスタとかで見ると文字が黒いんですけれども、紫にですね、ピンクの、蛍光のね、ピンクの文字で、そういったものが入ってるというのが、インナーできておりまして、はいはい。そしてさらにそのベースボールを脱ぎますと、ノースリーブで、ここしかもシースルーというか、あの網網ですね、網のエンドリキャリーロゴと後ろに三角くんが入っているというような入れたちで、なんで合計3回変わるわけなんですけれども、なんかどんどん脱脱って感じでね、最後裸になっちゃうんじゃないかぐらいのね、そのぐらいライブが進んでいくと、衣装が変わっていくといったようなことでございました。さあ、それでは、セットリストの方に入っていきたいと思いますが、まずは、ダダっていきますね。まあ、1曲目はいつもとおなじみですね、エンドリキャリーから始まりまして、オープニングエンドリキャリーパワー、
そしてファントン、サスってナブル、クリスタルライト、エビバリセイラブ、ゴートゥファンク、ヌリケリパーティーといったようなことでございますが、ちなみにこのバット流れを見ますとですね、はい、そうなんですよね、去年の、最初のセットリストと全く同じになっておりまして、曲の合間に入るような形でこうサスってナブルとか、去年もありましたね、このエンドリケリパーティーもゴートゥファンクの間に入ってくるみたいな、そうなんですよね、そういったうまい構成を入れながらですね、去年のだからこの流れが剛君本当気に入ってたってことですね。逆に言うとエンドリケリパワーとかの知ったからこうせり上がってくる感じはここのアンフィアターでしか見れないし、去年もすっげー興奮したんですよ。でもう見ることはできないだろうなと思っていた演出なので、去年と同じ演出でもめちゃくちゃテンション上がりました。逆にそっちの方がテンション上がりましたね。もう見れることはないという意識でいたので、はい、また見れたっていうね、やっぱテンションのこうぶち上がる感じから始まりましたね。いや、あの演出はだからもう歴代史上本当に上位、1位かもしれないですね。宝のせり上がりのあの感じは本当に大好きですね。で去年のライブでこのサスってナブルとかは入ってなかったので、まあこういうふうね間にこう入れてくる感じでまたちょっと新しい感じでございますが、ただこのファントロン、クリスタルライト、エヴァリステイラブっていうのは2020年もこの並びで来てるので、いやだからいいんですよね、多分ね、ちょうどこの盛り上がり加減が。でゴートゥファンクとかもね、始まる前にちょっとこう小芝居でミスターパジャマがね、ちょっと寝るというようなアクションもあったり、コミカルな感じで、そっからゴートゥファンク、エンドリケリパーティーのねフューチャリングみたいなやつですけども、でそこも絶頂を迎えたままですね、一回ちょっとクールダウンといった形で MC に入るわけでございますが、まあ MC とかはもう皆さんね、いろんなツイートとかで見てるので、もうその辺はお分かりかと思いますが、まあでも4月10日に関してはですね、この部分でちょっとお祝いといった形で、決してハッピーバースデー歌うとかそういったことではないんですけども、さっき言ったようなちょっとケーキのね下りがあったりですとか、なんか非常に貴重な、シーンを見させていただいているような MC が4月10日はねありました。さあ、そして MC 明け一発目はですね、映像の方で三角くんがパクパクっとこうブルーベリーを食べていくので、おこれは来るかと思ったら来ました、ブルーベリー。これは久々でしたね。2020年のオンラインでは見たんですよね、ただ生で聞くのは結構久しぶりでしたんで、もう映像の時点で僕はもうニヤニヤしちゃいましたね。これは来るか来たっていうこのニヤニヤ感と、でやっぱこうブルーベリーぐらい2006年の曲とかでしょ、もうその当時のライブに行ってたから、もう体が自然とこう振り付けに反応しちゃうんですよね、これとね、こういうやつとっていうのはもう反応しちゃうんですよ。でやっぱりエンターテイナーというかちゃんと考えてくれてるなと思ったのがですね、まあ本来ですとブルーベリーはねこうジャンピングがあるじゃないですか。でそのジャンピング部分っていうのはやっぱりできないってところで、今回はですねクラップでそれをですね、太鼓の達人みたいな感じですね、はい、三角くんが映像のセット来たらパンパンパンという形で、やっぱこの情勢に合わせて、そういったクラップで、みんなで楽しむというのを考えてくれてるのが本当に素晴らしいですよね。そしてこの4月10日に関しましては、このクラップ最後ですね、ファンクサインが出たら、はい、パンパンパン、これいつまでやるんだろうと思ってたら、まあ、どんどんカウントが 1,2,3,4,5,6,7,8 と出てくるわけですよ、はい、そして43で43歳ハッピーバースデーと、素晴らしい演出ですね。これも後にも先にも1回きりでございますが、ただ僕はですねこのままもしかしたら244回叩くのかなってちょっと思いながらやってましたけどね、そう思った方多分いますよね、うん。そしてブルーベリーの終わりからですね、Make me a funky upそしてぬるってたい、ラビダビ、ね、ヌマンティがここに、挟まってきたりですとか、そしてホットケーキ、ここにもヌマンティが挟まったりですとか、そしてユアマザシップと、ここからの流れですね、メイクミンアップから、ラビダビ、まあ、ヌマンティのとこまではですね、この、4曲に関しましてはですね、前回の2021年のツアー Go to Funk でですね、歌わなかった楽曲たちがここにギュッと入っております。この部分でゲストドラマね、ひたちゃんが、叩いてくれたりですとかもありました。なんかでも歌ってない印象があんまなくて、そうなんですよ、だからそういう風に当日見てた時に思ってなかったんで、もっとうわ初だって感じが、自分の心なかったのがちょっとね惜しいぐらいでございますが、
ラビダビーとか面白かったですね。こう振り付けでこう汗をこう拭くようなとか、ヌマンティのこれも良かったですね。このヌマンティのやつ、あれすごいかっこいいですね。ホットケーキね、最初聞いた時すごい衝撃的でしたけど、もう今じゃ なんていうか定番曲と言いますかね、もう当たり前ですよね。こう当たり前のようにやってしまう曲になりましたね。そしてちょっとスローテンポな、ヤマザシップがあっての、中 MC に入ります。で、ここの中 MC は、まあ、8日の方は本当に持ちたちゃんとね、永遠に世間話を繰り返すような感じでございましたが、10日の方の MC は、まあ、この部分でですね、結構、剛君が、まあ、今までのこととか、振り返るのことが多かったんでございますが、この MC 中にですね、まあ、ちょっと思わず剛君が涙をしてしまうといったことがございまして、めちゃくちゃもらい泣きです。はい、これね、非常に難しいんですけど、剛君がこの、まあ、誕生日だからとかじゃないんですよっていうようなことを言ってましたけど、まあ、思わずね、剛君もいろいろとやっぱりこのね、世の中のこととか、考えるとっていうようなことあると思います。はい、前日に泣いとけばよかったななんてこともおっしゃってましたけど、忙しくて泣けなかったともね、おっしゃっておりました。そう、泣いてもいいんだって思えば、泣かないかなって言ってましたけど、まあ、ちょっとここの剛君の、部分というのはですね、ちょっとこの後にお話しさせていただきますが、まずはセトリ順に行きたいと思います。そしてこのまま、バラード2曲歌ってくれるわけでございますが、愛の人、そして街と、続くわけでございますが、まあ、愛の人もですね、去年のアルバムからですね、まあ、平安神宮の方では歌っておりましたが、 N リのライブではね、今回が初となっておりました。まあ、非常に本当に今のこの情勢に響く歌なんですけれども、この10日に関しましては、剛君この愛の人がですね、もう言葉が詰まってしまうぐらいですね、ちょっと涙がこみ上げてきてしまうといったことがありましたけれども、はい、完全にもらい泣きです。はい、そして街と続くわけですが、街、まあ、剛君のファンじゃない人でも剛君のあの曲っていいよねってやっぱ言ってくれるぐらい、2002年の、ね、デビュー曲でございますし、8日の MC の時に、まあ僕もそうですけど、皆さんも今までのね、この歩みみたいなものを感じながら、聞いてくれたらなってことで、はい、僕はだから8日の方がここは、はい、号泣。いや、そうですね、やっぱ自分の人生とも重ねてもやっぱり響く歌ですし、はい、そしてこのやっぱ歌ってくれるのが貴重ですよね。前回歌ったのがだってあれ2018年の東大寺ですよ。でその前がまた2014年とかなんで、このままいくともう4年に1回ぐらいしか聴けないペースで、歌ってくれてるんですけども、さあ、そんなバラードゾーン抜けまして、ビリビンタレーションハイブリッドファンク、ボツ、これだけの日をまたいできたのだからと続きます。ビリーブインタレーションってもともとねグレイトフルリボンっていうアルバムに入ってましたけども、まあ一回リアレンジって形で、ナラリアンの方では一回ねアレンジもボーカルも変えるといったようなことはありましたが、なんかこんなに定番になるとは思わなかったですね。最近のねライブでは絶対入るし、平安さんとかの方でも入るし、うん、すごい、もう今ライブの定番曲になりましたねこれは。そしてそこからちょっとねアッパー気味にハイブリッドファンクに入るんですけども、まあこれがですねハイブリッドファンクのあの畳みかけるような歌詞の部分がですね、ごちゃごちゃともうダダダッと連打で、あそこのところもこう連打で畳みかけられるようなね、かっこいいと思いながら、その連打に打たれておりました。そしてそこからボツに入るわけでございます。これはあのボツやっぱお気に入りなんですね。去年の平安神宮でもライブでも歌ってましたけども、めちゃくちゃかっこいいですよね、ボツは。モニターの演出とかがすごい印象的だったんで、めちゃくちゃ覚えてるんですけども、はい、今回もその、ね、かっこよさは健在でございました。そして、まあ、少しね、ショート、MC が入りますが、これだけの日をまたいできたのだから、はい、これもう、最初のね、エンドリーケリーで、まあ、4月10日の公演では、やっぱこれ当時作った時のことをちょっと振り返ってて、当時、みなとみらいでね、タンクっていうの立ってて、まあ、連日公演やってたっていうのは本当今にして思うとすごい貴重というか異例なことをしてたんだなって改めて思うというふうにねおっしゃってましたが、本当そうですよね。そこで100回も
公演をやったっていうのも考えられないですよね。はい、まあなんでこれだけの日をまたいできたのだからも、ライブで歌うのは結構久しぶりだったんですよね。2015、16とかぶりですか。一回あのね、あの突発性難聴明けに近畿キッズのライブでこれを歌うといったこともありましたが、まあ、厳密に言うとそれ以来の、歌唱となってたわけですね。なんか、はい、やっぱこの曲は何回聴いてもやっぱ染みますよね、うん。さあ、そして最後のブロックですね、チャンスカムズノッキンと、ウェイングファンクで終了していくわけでございますが、このチャンスカムズノッキンも今日久々ですかね、うん。だからやっぱ初期エンドリの曲はもう本当に自然と体が動いちゃう。やっぱハイヤーもそうですし、まあ、始まったらこれとかももう体が覚えてますよね。もう昔のあのジャニーズジュニアみたいな、いや当時の振り付けはね動きますよぐらいの感じで、体がやっぱエンドリ蹴り、エンドリ蹴り時代のやつは自然と動くで、まあこれも当時はねやっぱハイヤーの声、コール&レスポンスを楽しむってやつだったんですけども、これも手拍子でですね、コール&レスポンスというか、はい、まあ、ちょっと楽しめるような、構成にしてくれてましたね。あそこすごい斬新でしたね。このね、このパパ、まあまあまあこれからね言われる方もいるでしょうけど、あそこの演出とかもよく考えてくれてるなと思います。これブルーベリー含めですけれども、いやハイヤーをやるとうわーもうエンドリーのライブ来てるなーっていう風にね思いますよ本当に。そしてウェディングファンク、あの前回のライブの締めくくりとね同じ形式でございましたが、このね歌唱中にどんどん盤面さんとかもこう背景のねモニターに出ていくといった流れも一緒でございました。いや去年ねこの構成がすごく好きだったので、うん、なんか良かったですよこれも。そして4月10日はですね、はい、ここは特別レースでございまして、まあハッピーミーフォーミーティーユーってところがですね、ハッピーバースデートゥーユーと変わるといった演出がございましたね。いやこれも本当本日限りでございますし、まあもっと言えば他の方の誕生日とかでもここ変えて歌えるんだよというようなことでもございましたけどね。まあいかんせんやっぱこう最後までやっぱ誕生日を大事にしてくれてる盤面さんとかもね、アップになるときにおめでとうとか言っているね、あのコーラスの方とかもいらっしゃいましたし、まあお祝いで言えばチタちゃんもね、10日に登場したときにもね、ちよしく生まれてくれてありがとうというふうに、ね、言ってからの曲入りとかもありましたし、まあとにかく、まあもちろん、僕が参加した回に限ってではないと思いますが、まあ愛にあふれた、回のライブとなっておりました。さあ、まあ、だだっと、ちょっとね、セットリスト順に行かせていただきましたが、まあでもさっきの話ちょっと戻りますけれども、まあ、剛くんが途中でねやっぱ涙を流してしまうといったことがありましたけども、やっぱ剛くんってまあ、ご自身でも最近涙もろくなっちゃってなんて言ってましたけど、この堂本剛くんがやっぱ泣いているという事実っていうのはなんかこう嘘がないじゃないですか。決してなんか演出でそうしてるわけでもないし、こう人間性から出る高ぶりで出てる涙だからなんかこう嘘がないし、うん、そこをなんかこう信用できるし、で過去もう何年もねずっと応援して一度もやっぱ裏切られたこともないし、なんか本当に応援しててよかったなって、こういう部分がやっぱりこう我々が惹かれる部分なんだなって改めて思うし、でしかもこうなんていうかこうでありたいなって思わせてくれるから、うん、だからきっとついていくんですけどもね、まあ皆さんももちろん、そうだと思いますけれども、本当にでも剛くんが言うようにこの剛くんとかエンドリー・ケリーの世界観でみんながこう楽しむような気持ちの感じとかが世の中にねたくさん溢れてれば本当に争うこととかないんですけどね、なんかそんなしょうもないことはいいからさっていう、そういう音をねちゃんと奏でてくれてるのにやっぱ届いてほしい人に届いてないなっていうのはありますんでね。そうだから僕の力なんて本当に少ないんですよ、はい、僕の力なんかないし、剛くんがすごいってことを本当に僕が訴える、はい、それで一人でも、こういったことをですね興味を持ってくれてる人がいれば、まあ、もちろん現役のファンの方もそうですけども、全然関係ない人がなんだこいつなんか変なこと喋ってんな、あれ堂本剛くんってそういうライブやってるんだって少しでも一人でもいいです思ってくれる方がいて、興味を持ってくれる方がいればこういった、活動を僕がしている、意義もですねあるかと思いますので、ぜひ皆様今後とも、ご
お引きに来ていただけますと幸いでございます。さあ、というわけでちょっと、駆け足になりましたが、ツアー最初のブロック、舞浜アンフィシアターについてお話しさせていただきました。まあ、これからいろんなね、地方の方に参加される方もいると思いますが、ぜひ皆様、パープルパーティー、紫大渋滞が今回のキーワードでございますのでね。で、2日目から、会場にいる気になる方っていうのはね、写真撮って、ステージ上の画面でみんなで、これはファンクだねっていう回があるみたいなので、皆さん、より気張ってですね、ライブ参加していただければと思います。さあ、というわけで本日以上になります。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。